と、サマチ王国なども、入っておりまして、非常に豪華な布団太鼓でございます。ですね、割と新しいものになるんですかね。水引き幕は龍の玉取り、平成3年に新調されております。なおこちらの方は布団太鼓にも、布団太鼓にも彫刻がございまして、なお太もいた様彫刻もあるという豪華な作りでございます。西大久保のお布団太鼓のご紹介をいたします。西大久保さん、この西大久保の布団太鼓は今年が見納めでございます。見納め、どういうことですか。はい、今年に、新しく屋台を新調するということで、今回が見納めになっておりますので、はい、こちらの布団太鼓も水引き幕、高欄掛け、提灯全て龍で統一されております。豪華な布団太鼓です。最後ですので皆さんもじっくりご覧になってくださいね。ハッピーまで赤いのが印象的ですね。ありがとうございます。